はい、チャンプルーです。今日はですね、シュリンプ、これある日系のスーパーマーケットで2日前でしたかね、買ってきたんですけど、このエビはね良かったんですね。ところが この子イカちゃんなんですけど、あいうえおですね。もう魚釣りの餌にしかならないっていうやつですね。怒っちゃって、うーもったいない、2日ぐらい前に買ってきたやつですね。私の冷蔵庫じゃちょっと厳しいみたいなやつですね。まあ冷凍庫もあるんですけど、まあ、めっちゃちっちゃくて、ね、入らないっていうことで、まあもうね、これとイカとエビでね、今日のディナーを済まそうと思ってたんですが、この子がもういけないんで、まあ一応ね、ダイエット考えてますので、なるべく炭水カーブ2はなかなか夜は食べないようにとかって思ってるんですけど、まあしょうがないですね。またどじっちゃいましたっていうやつですね。本当はね、昨日おとついに食べればよかったんですけどね、すいません、もうねちょっと心苦しいっていうやつですね。まあ今日はこれをね、またガーリックバター醤油にしたいと思いますね。ついでにお餅もちょっと一緒にガーリックバター醤油の餅っていうやつですね。昨日はご飯なしのカレーですか、チャンプルーさんとかって言って、ユーヘイさんユーヘイさんカレーもつでした、ご飯なしの、すいませんね、いつもね。手抜きでーす。あー、本当は餅の予定じゃなかったのにみたいな、ねえ、こいつがもう怒っちゃってるんで、魚の餌にしかなりませんみたいなやつですね。あとは残りのお豆腐ともずくっていうやつと、まあね、病気にならないですよね。ドクターから Are you sick? とかって言われても、 No, I'm not too、 とかって言えるやつですね。すいません、いつもね。あとはセロリーっていうやつですね。で、こんな感じでなってますね。こんな感じで、ね、お、いい色に感じなってきましたね。ね、映ってますかね。あー、おいしそう、おいしそう、おいしそう。バターを引いてありますね。バターとガーリックですね。で、このシュリンプはまあ、いつもの通り塩と胡椒でシンプルね。ね。あと、もちも今日はガーリックバター炒めっていうやつですね。ちょっと火を弱めしましょうか。ね。こんな感じで。まあ、できる間なんですけどね。ちょっと、海に来てますね。ね。いい感じですね。お月さんもこんな感じで。ね。まあ、ついでなんで、外にちょっと出てみましょうか。焦がしたりして。違うか。ね、なかなか夜景がね、先ほど綺麗だったんで、まあね、ちょっと落ち亀なんで映るかどうかわからないんですけど、こんな感じですかね。ね。こんな感じでーす。安心、またやさい。ピッピッピッ。